私より先に人間不快な思いをさせてしまい、いや、ま、別にいい。でも謝罪する気があるなら、分かってること教えてよ。いや、いや、そう言われると断れませんね。クレンゲも他言は無用ということで、お願い。ああ、分かっ。よろしい。それでは、ただ、これからするお話は、あくまでも決して、結論ではございませんので、ご注意。それでは、まず、この空間のことからお話。現象の内部であるこの空間、ご存知ですよね。デジタルウィール。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れ。素晴らしい。つまり、ここは現実世界でありながら、デジタル情報で極めて簡潔かつ、そのため、飛躍しすぎ。来てかの偉人。まあ、これ。それはと、この内部構造の異常、それらが現実。一つ、君たちは、食らうもの。ちょっとし、まさし、いや、イーターとしか、というのも、イーター、バグ化すると、どうなっち、構造もアルゴリズムも、無秩序な、しかも、一度バグ化されたデータは、もう元には戻る。いや、はや、食われたな、さと、かん、はあらゆるデータは、形而上的な意味では、ならば、バグ、ゆえに。おっさん、確認すっけど。いや、もちろん、です。ち、やっと。まあ、サービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報。まあ、たく、ひどい。はい、この際だ。他にも聞きてんだけど。私に答えられることでしたら、何でも。しかし、その前に。君たち、見たと、それに。だったら、ズバリ。先ほど、妙な映像を見ませんでしたか？あるいは、あれらはイーターの、イーターの存在がデジタルウェーブに影響し、誘発させている。私は、こ、で、あれば。と、この推論を裏付けるために、君たち、あんた、あれの研究してるんだったら、なんか秘密兵器的なもん持って、潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか、捕獲して中に閉じ込めたりできるボールとか。妙に具体的ですね。いや、現在のところ、イーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当だ。あのプログラムには、バグ化への耐性があります。やすやすとは侵食を受けるでしょう。あれを排除しろってんなら、俺たちも望むところだ。いや、素晴らしい。では、よろしくお願いします。そんじゃな、リベンジといっか。で、とっととまともな世界へ戻ろうぜ。ここにいると、そのうち頭が変になっちまいそう。私はここで待機していますので、他に質問などあればどうぞお気軽に。まともな世界ですか。それは一体どこにあるのでしょうかね。後悔するぜ。終わったか。お疲れさん。行くぞみんな。
うん、仕方ねえか。行くぞみんな。行くぞみんな。案外大したことなかったな。無理しちゃダメだよ。こっち見てるぞ。消えちまいやがった。まあ気のせいだよな。おっと、あのおっさんの水路けど、大便ありがとさん。大丈夫、俺に任せな。行け。Oh!
っ走れ。行け。案外大したことなかったな。どうだ。ここは新宿。ヒーターに白い少年の幽霊、超面白いじゃん。最高だぜ。そんで極めつけがオタク電脳探偵。いやーマジで面白いわ。現実なんてもんは退屈だって決めつけてたけど、存外そうでもま、何に俺ちっと探ってみるわ。イーターのこと、スエドーのおっさんの研究に協力するのも、あのおっさんもなんか面白そうだし。そういやおっさんはどこだ、いるか。イーターとかより面倒くさそうだよね。じゃ俺とっとと逃げるわ。お宅も捕食されんの。またね。逮捕だ。こらなるほど、それは災難だったな。と同時にこれ以上ない幸運でもある。通常の調査では得難い情報を目の当たりにして入手すること、そういう月も探偵家業には必要。さて今回の事件、仮に真迷いがとは民族学などでいうところの異国、霊界、妖怪の住まう領域、つまり今回新宿に出現した。ちなみに引用元は柳田国夫博士が遠野物語に記した迷いが伝。ここで重要なのは、伝承にも残されているように迷いがのような現象は旅誠に羨ましい限りだが、君はそれを実際に体験した。デジタルワールド、その名を君そうか、白峰ノキアの依頼の後直接新宿へ向かってもらったからな。デジモンは人間が生み出したプログラムなどではなく、無論